アーカンソーはアメリカ海軍のモニター艦。アーカンソー級モニターの一隻、艦名はアーカンソー州にちなむ。その名を持つ艦としては二隻目。アーカンソーは1899年11月14日にニューポートニューズ造船所で寄港した。1900年11月10日に浸水し、1902年10月28日に艦長。 CE ブリーランド中佐の指揮下収益した。成長後のアーカンソーの最初の任務は海軍兵学校生の訓練巡行であった。北、大西洋艦隊の沿岸戦隊に配属され、東海岸を巡行、メキシコアリア、西インド諸島で活動した。海軍兵学校生の下記巡行も継続し、1906年には再び海軍兵学校での教育任務に配属された。 アーカンソーは1909年3月2日にオザークと改名され、1910年6月26日から1913年3月6日までコロンビア特別区の海軍民兵に配属された。3月末にバージニア州ノーフォークでの改修が始まり、潜水母艦に改修、7月12日から同任務に就く。1914年の大半を、 メキシコ湾での特別任務で過ごし、1915年には大西洋艦隊に合流、艦隊演習に参加した。1916年にはチェッサピーク湾海域で活動した。1917年4月6日に大西洋艦隊外録潜水セ隊に配属され、メキシコのタンピコに派遣、メキシコ革命においてアメリカ人の権益保護任務にあたる。キーウェスト沖合。 中央、アメリカ及びパナマ運河地帯で活動した後、1918年12月18日にニューオーリンズに向かう。1919年6月23日にハンプトンローズに帰還し、8月20日にフィラデルフィアで退役した。オザークは1922年1月26日に売却された。ありがとうございます。